青森県の東通原発の地下を通る断層が、原発の建設を禁じた活断層かどうかを検討する会合で、調査に加わった4人の専門家のうち3人が活断層ではないとは言えないと述べました。今日の原子力規制委員会の会議で、おととし11月の調査開始から参加している大学教授ら3人が、それぞれ活断層ではないと自信を持っては言えない、信頼できるデータがなく判断できないという見解を述べました。残る1人は活断層の疑いが残るのは1つだけと見解を修正しました。原子力規制委員会と専門家は去年5月、東通原発の地下を通る断層の多くは将来地震の恐れのある活断層であるという判断を固めました。しかし東北電力が追加調査をして反論したため、規制委員会は新たに3回の現地調査を実施しました。今後は専門家らの見解をさらに検討して、活断層かどうかを最終的に判断します。